れ様。ちょっと休憩しておしゃべりしよう。最近はどう？忙しい？そうなんだ。今日は何を勉強してるの？すごいね。それは難しい？今日はどこで勉強してるの？家で勉強するのが好き？それともカフェとか図書館とかで勉強する方が好き？僕は家で勉強する方が好きかな。普段一日にどれぐらいの時間勉強するの？そっか。勉強に疲れた時はよく何をする？僕は勉強に疲れた時は散歩に行くのが好きだよ。今日は勉強が終わったら何をするの？楽しみだね。明日も勉強するの？そうなんだ。また休憩したくなったらここに来てね。じゃあまたね。お疲れ様。ちょっと休憩しておしゃべりしよう。最近はどう？忙しい？結構忙しい。そうなんだ。今日は何を勉強してるの？今日は日本語の勉強をしてるよ。さっきまで漢字の練習をしてた。すごいね。それは難しい？漢字はすごく難しい。今日はどこで勉強してるの？家で勉強してるよ。家で勉強するのが好き？それともカフェとか図書館とかで勉強する方が好き？家だとあまり集中できないから図書館で勉強する方が好き。僕は家で勉強する方が好きかな。普段一日にどれぐらいの時間勉強するの？だいたい1時間ぐらいかな。そっか。勉強に疲れた時はよく何をする？コーヒーを飲んだりストレッチをしたりするよ。僕は勉強に疲れた時は散歩に行くのが好きだよ。今日は勉強が終わったら何をするの？部屋の掃除をしてアニメを見るつもりだよ。楽しみだね。明日も勉強するの？来週学校でテストがあるから明日も勉強しなきゃ。そうなんだ。また休憩したくなったらここに来てね。じゃあまたね。